はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちら、とても人気のある機種ですね、バルナックの 3F ですね。 3F の中でもこちらの文字が赤い、通称レッドダイヤルと呼ばれる後期タイプになります。はい、ではこちらボディキャップ付属しております。はい、ではまず外観から、トップカバーから見ていきましょう。軍艦部は非常に綺麗ですね。それも少ないです、ほとんどないですね。綺麗ですね。あとその他のよく傷がつきやすい肩、ショルダー部分も問題ないですね。反対側も全体的に綺麗ですね。問題ありません。で、底蓋はぐるっと回って、やっぱ端っこですね、傷つきやすい、あ、問題ないです。あ、全体的に綺麗ですね。いい感じです。で、見て分かる通り張り革は非常に可愛らしくなってます。通常ですね、やっぱ黒以外はどうかなと私自身も思ってたんですが、これはこれでね、全然違った印象になり、個性的なバルナックとなっておりますので、まあ普通のバルナックじゃとね、ちょっとあの個性がないっていうことに、で他のものを求めてる方にはおすすめではないでしょうか。はい、で、あと機能的なものはこれは当店でオーバーホールしております。で、巻き上げも 3F らしい軽い巻き上げになっております。はい、で、オーバーホールした時にシャッターマック交換しております。で、今巻き上げて B ですね。まずはバルブから見ていきましょう。はい、指を離したら閉じてくれます、問題ありません。次はスローですね、 T 見ていきましょう。はい、問題ありません、開きっぱなし。はい、じゃあ閉じてもらって、次は1000分の1ですね。はい、ちょっと動画では分かりづらいかもしれないんですが、これはあの専用のシャッターテスターで測定をして調整済みです。あとね、光の漏れとかシャッターのバウンドとかないのを確認するためにフィルムを装填して試写をして問題ないのを確認しております。で、試写の後にフィルムの巻き戻しも引っかかりなどなくスムーズに巻き戻ることも確認しております。はい、で、あとはフィルムカウンター見ていきましょうか。巻き上げて0に合わせて1、2、はい、1カウントずつしてくれてます。で、あと F シリーズ特有のフィルムインジケーターですね、こちらも分解して清掃していますので非常にスムーズに回転してくれます。この窓もね、まあまあ綺麗な方です。はい、で、あと視度調整、ファインダー関係ですね、視度調整の動作は問題ありません。で、ビューファインダー、レンジファインダーともに清掃済みですのでクリアです。で、ピースカバーもね、非常に綺麗なものです、欠けなどないですね。はい、で、20度は無限灯で合致するように調整しておりますので、とても気持ちよくピント合わせすることができます。20度もね、はっきり見えております。はい、で、あとは開閉もね、非常にスムーズです。で、中もこんな感じで、中も特に問題ないですね、綺麗ですね、本当全体的にいい感じです。はい、もちろんですがスプール付属しております。張り革がね、もともと黒なんですが、黄色に変えるだけでね、こんだけね、印象が変わっております。まあ、普通のね、ものをおすす、普通のバルナックをお探しの方にはちょっとおすすめはできないですが、ちょっと変わったね、人と変わったものが欲しいという方にはいいんではないでしょうか。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3F。レッドダイヤルのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。